今日はね、いちご、とちおとめ、ね、植えていこうと思うんだけれども、とちおとめっていう品種ったら、まあベストセラー、よく誰でも知ってるよね、いちごの品種はね。で、これこういうのね、100年に一度の品種っていうふうに言うんだけども、俺らの中ではね。で、リンゴで言えば富士、米で言えばコシヒカリ、かぼちゃで言えば恵比寿、トマトなら桃太郎、ナスなら千両二号、ピーマンなら京緑みたいなね、この野菜ならこの品種っていうぐらいの知名度の高いベストセラーのものを、まあ100年に一度の品種っていう傑作みたいな感じで、まあ表現するんだけども、まあ、このイチゴの場合はとちおとめになるんじゃないかなっていうぐらい、みんな知ってるぐらいの、知らない人がないぐらいの、ね、品種になりますね。でこれを植えていくんだけれども、まあ、ここの土ね、ちょっとですね、pH が低くて、要は酸性の方に傾いてたんで、カキ殻石灰、ね、有機資材のカキ殻石灰、カキの殻ね、海のカキ、あの殻を雨風にさらして塩を抜いて、砕いてっていう資材があるんだけどもね、どこのホームセンターでも売ってると思うけども、これを散布して pH 調整しました。なんで pH 調整するかっていうと、いちごの適した pH が 5.5 から 6.5、まあ、それちゃんと機械で測ってやりました。でなんでやるかっていうと、栄養を吸収しやすい pH ってものがあって、そのいちごが、ね、ご飯を食べやすい環境っていうのが5.5 から 6.5 っていうことで、そこを狙って調整しました。で元肥としては、有機ジャスでも使うことができる培養の有機、前に動画にしてるんだけれども、米ぬかと魚かす、魚かす、あれを混ぜた有機資材を元肥として入れて、まあ、2週間ぐらい置いてます、で今日植えようかなと思って動画を撮っていると。で早速作業を始めていきたいと思います。でさっさともう植えていくんだけれどもさ、ね、まだ草いっぱいあるんだけども、ね、植える時のポイントとしてはさ、まあ、まず苗の取り方なんだけども、こうやってひっくり返して指2本ここに当てる、指2本でひっくり返してちょっと下の方揉んであげればスルッと脱げるんで、でこのまま植えればいいんだけども、人によってこれを砕いて、まあ、要するに根鉢ってさ、根っこが鉢になってるじゃん、ね、根が回ってる状態、これを崩して植えるって人もいるけども、基本崩さないでいいです。このままで植えます。でイチゴの場合、さ、ここの額みたいな見えるかな、これだね、これが埋まらないように植えればいいということなんで、だけどもこれの場合はまあこの高さで十分だね、浅すぎても深すぎてもダメなんで、この高さで今回植えていきます。ほんと簡単ながら植えるなんて、よいしょ、ちょっと根っこ多いな、何かの植物の根っこがいっぱい生えてる、ちょっと抜いとこう、で置いて、でキュッキュッと、はい、これでとりあえず OK、 何かの根っこがいっぱいある、まあ後で掃除しとくが、草もある、よし、これでひとまず植え付け OK なんで、次もう一回やるか、よいしょ、ね、一回だけじゃ伝わらないこともあるから、もう一回行くと、この2本の指で押さえてあげるね、でこうちょこちょこちょこってやればスルッと抜けます。この時ね、指で支えてこう持ってるだけ、こうキュッと挟んだり掴んだりしないで乗せてる状態で、ひっくり返して持っておくと、で穴を開けてほいっとちょんちょんギュッギュッと、はい、これで OK、 これを、まあ、8個全部やってしまおうかなと思います。で植え終わったんだけれども、ここで、まあ、なんだ、雨が降って泥跳ねしたりしても面白くないんで、あと土のここね、土って直射日光に当たると、あまり土が傷んじゃうんで良くないんで、土に良くないんで、これ被覆をしたいと思います。ここにね、こっちにね、我が家のススキがあるんだけども、これを去年秋に刈り取って置いたものを、細かくしたものがあるんで、それを敷き締めていきたいと思う。こうやって
まあ、こういうひとまずこういう感じにしておくんだけども、これによって土に太陽光が直接直射日光が当たることがないんで、微生物にとっても、まあ、居心地のいい場所になると、まあ、もう少しかけるけどね、今ちょっと浅くかけたけどもね、直射日光が当たらないから微生物にとって住みよい環境ができる、この下に虫も住む、それによって土がどんどんできていくと、ね、風とか雨にもさらされないから土が荒れていかないと、そういうメリットがあります。雨が当たるとそこをね、土がね、あのなんだっけ、クラストクラスタクラ、クラストか、うん、っていうのができて表面が硬くなって水はけが、水が浸透しにくくなるとか、そういうことが起きるんだけども、こういうふうに被覆することで、土を守ることができるということ。そして雨が降れば当然土が、泥が跳ねるじゃん。それが葉っぱについて、病気になるとか、そういうことも、防げると。まあ完全に防げるわけじゃないけれども、ね、こうやって予防することもできると。そういう効果を狙ってやっています。で、今ね、もう少しこれを被覆させておいて、で今度はあの水をかけます。水かけて、根っこを、ね、活着させる。土とあのここの植えてる土と、苗の土とがくっついて密着させて根を張りやすい環境を作ると、そういうために水やるんだけども、それを最後にやって今日のところ終わりっていう感じですね、うん、結構まあ、これ商用でやってるわけじゃなくて自分の自家消費としてやってるから結構手抜いてるんだけども、もしこれを商売でやるんであれば、ね、マルチかけて、黒マルチねかけて、で植えて、その上から藁を敷いてっていう形でやります。俺はやるんだったらね、とりあえず自分で食うもんだから多少手抜こうっていう感じで、こういう感じでやってます。あるもので間に合わせて、なんか仕事で使う有機のカキ殻石灰、培養の勇気、あるもので間に合わせてやってるけれども、まあね、とりあえずこれも十分できると思うんで、ね、であとはこれ水かけておしまいにします、ね、本当は、ランナーが夏に出るんで、ランナーってここからフューッと伸びてくるものが出るんで、それでの子供の孫を苗として取って10月に植えて次の年に取るっていうのが、まあ、正式な王道としての栽培らしいんだけれども、まあ、春にこうやって植えても栽培ができるそうなんで、今回ね、今まであったイチゴの苗ちょっとですね、年取ってきて悪くなってきてたから全部更新しました今年で、これを夏になったらまたランナー出てくるんで苗取ってやっていこうかなって思っているんで、まあ、その時また動画にしようかなと思っていますんで、まあ、よろしくお願いしたいなと思います。